いやいや、僕本当は壁作ってたんですよ、すごい、すんごい壁作ってたんですけど、こっちっす。それじゃ嫌だって。いや、めっちゃあるか、全くなしなんですよ。あ、悪い癖なんですよ、まず被害妄想。そう、あの、いいことを褒めてんのに、褒めてんのにお前バカにしてんなみたいな。今日とか、メニュー違ったんですよ、正直。そしたら、やっぱ有原選手みたいなスペシャルな人は。いや、そんな言ってない。はい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 、持った、もう。緊張しました。なんかキャンプで部屋に呼ばれまして手紙を渡されまして、まあ読んでくれって感じになりまして、手紙書いてあった、書いてあった、頼んだもうだいぶ早かったんですよね。え、キャンプでしょ。だいぶキャンプの中盤ぐらいで早いって言われました。勝利。これ難しいな。思い出。いやー、めっちゃ緊張したっすね。なんで敬語なんすか。なんで敬語なんすか。確かに、まあ、そんなに5回2失点ぐらいで、まあ中継ぎの方に頑張っていただいてみたいな。最初とかなんか5回投げるので精一杯だったんで、まあ、そう、中継ぎの方たちが頑張ってくれなかったらもう3勝もできてなかった。決まったルーティン。ルーティーンはないっすね。ないっすか。ない。ないでしょ。何食べるとかないっすか。何食べるとない。ないっす。僕はまあ、ぼちぼちあります、ね。僕は、あれ、うどんです。うどんかそばです。関東風です。関東風うどんね。関東できる。関東できるよね。っていうのを食堂の人に毎回言います。関東できる関東風お願いしますって言うと苦笑いされます。この前新人で伝わってなかったです。食堂の人変わってえみたいな顔しますよ。何言ってんのこれ。面白かったっけ。ないっすかルーティン。じゃあブルペンで何球投げて。何球投げてないね。数えてないけど全然投げてない。20球ぐらいだ。20球投げてないか。なんかあるかな。ロジンないですか。どんなやつ。ロパンみたいな。ちゃんとこうこうやって。いや、水野のマークが、水野のマークの下がベンチの方向を向いて、ちょっと斜めみたいな。毎回やるの。毎回そんなにない。場所だけ。なんか左ピッチャーがこっちにやったらちょっと2対1とか0-0とか均衡してたりとか、2対1とかで負けしたりとか、なんかそろそろちょっと逆転してほしいなって僕は裏返しです。すごいね。やろう来年から。っていう気持ち的に、ね、何か変えるって気持ち的になんか変わってくれるかみたいな感じです。参考になるね。ただの自己満みたいな感じです。なんか来た。何来ました。問題のね。問題でもないです。これは問題ねよ、これは。